はい、どうも九州タワーのタスです。ファッションユーチューバーの方たちをね、今回何人かねちょっとお呼びして、まあちょっとグータンヌーボのようなトークをね、まあ皆さんにしていきたいなと思っております。はじめさん、お酒飲んでます？あ、まだ飲んでないです。取ってきましたよ、ちゃんと。あ、さすがです。あ、アルチューカラカのやつですね。アルチューカラカのやつ。そうです。乾杯。乾杯。好きな女性ファッション、ちなみに好きな女優さんとか。何を言ってあげるとすれば、小松菜奈。久しぶりのお酒飲んだから、地味に酔っ払いました、ね。ちなみに、まだまだいけますよ。いや、今後の話ですよ。いや、結婚するじゃないですか。はい、まあ、はずみさん結婚してますけど、はい、奥さんが、いや、もうそんな服に金使わんでや、みたいな。なった時どうするみたいな。究極の二択ですよね。服取るのか、家族取るのか、みたいな。みたいな。いや、これ人それぞれと思うんですよね。服好きでも家族取る人いると思うし、いやいや、服だけは勘弁してくれって懇願する人ももしかしているかもしれない、いると思います。いや、どっちなんかなと。なんか僕はそれは同じ戦場だと思ってて、はい、人生の半分じゃないですけどっていう方も、やっぱり自分の選ぶ服も家具とかも香りも音楽もなんか全部一緒なのかなと思ってて、そういう質問する人とは多分付き合わないんじゃないのかなっていうのが僕は。なるほど、なるほど、なるほどね。なるほど。いや、僕は逆までいかないんですけど、その彼女でも、もし、まあ、将来的に結婚した奥さんでも、あんた何々してよとか、あんたこうじゃないこうじゃないって言われるのに対して、まあ、逆亭主関白じゃないですけど、いざとなったら、じゃあはい男がやりますよだけど、女の人にいろいろなんかああだこうだ言って、その制御してもらいたい方な気がするんですよ。え、こうきさん、あ、そうなんすか。例えばデートとかでも、じゃあどこどこの何々を食べて、ね、ここ行ってここ行ってここ行ってとか、プランとか行く場所とか全部やって、ほら、じゃあこきここ行くよって言われて、はい分かったって言って、彼女がノーミス、僕が手足で、まあ、車出したりとか。逆のイメージ、コウキさんどちらかというと面倒見たいタイプだと思ってます。え、コウキさんって今彼女いるんですか？今いないんですよ。あれ、行っちゃっていいんですか？そんなもう黙っちゃいないっすよ。いやいや、もうほとんど男子なんで大丈夫です。え、これ動画にしてもいいんですか？大丈夫です。いや、なんかね、ついこの間までいたじゃないですか、コラボした時は。3月とかですよね。あ、そうついこの間までいたんですよね。3月の、終わりまでいました。別れたてほやほやって感じですね。まあそうですね、一番美味しい時です。え、ユーミンさん彼女いるんですか？今います。おお。そう、まあコロナがあって、まあ、なかなか言えないってのもあったんですけど、そう1ヶ月前ぐらいにできて。じゃ、僕とほやほやじゃないですか。そうなんですよ。まあ、こう今の彼女がやっぱこう尊敬する部分が非常にあって、だからこそこう自分もこうなかなか感じたことがないぐらい、あ、この子だったら多分ずっと一緒にいれるんじゃないかなってのがあって、顔とかそういうスタイルとかっていう部分じゃなくて、やっぱなんだろう、人間として尊敬してるから、そんだけ自分が好きなんだなってのがすごい思うんですよね。ゆみさんなんかいちいち深いですね。一時深みを出してますよ。結果ごとに深い名言みたいなのを起こしていく節があります。いや、ちょっと僕もちょっと深いやつ出したいっすわ。なんか僕あんまその彼女に考えたことないですね。今の彼女も僕は言って楽だからって言ったら変ですけど、自然体で言えるからいいんですけどね、すごく。まあ、あと今の俺と付き合うやつ相当覚悟がいいのに、好きでいてくれて嬉しいなっていうのもあるし、仕事辞めてから付き合いましたからね。いや、どうなんだろう。いや、僕が女性だったらね、YouTuber と付き合うって結構カッコいると思うんで、すごいなと思って。で、僕彼女の親、両親に会ったことあるんですよ。挨拶済み？いや、挨拶済みというか、なんか一回お邪魔して、お母さん、彼女のお母さんも僕の YouTube 見てる。へぇ、下手なことできないですね。いや、はずみさん、たまに食べると結構なんで。なおさらこう、はずむさんが結婚ってなった時、やっぱ相手の親御さんというか、はい、そういうのは大丈夫だったんですか？
相手の親御さんは年齢も年齢なんでそんなに今コンタクト取ってなかった状態だったんで、もう結婚後に、まあ、事後報告みたいな感じですね。事後報告というか、まあ、一応結婚するっていうのは言ってたけど挨拶はしてから行ってます。僕はずむさんのご両親にはたまに会いますけどね。あ、はい、そう、はずむさんまだ僕紹介されてないんですけど。いや、タイミングが難しいな、タイミングが。僕にもお願いします。全然いいです。はずむさんち犬飼ってるんですよね。飼ってますね。ハウルっていう。会いましたっけ、高野さん。はい、そう、はずむさんちの犬の名前ハウルっていうじゃないですか。で、僕の彼女の飼ってる犬、彼女が犬飼ってるんですけど、実家でソウスケって言うんですよ。やば。崖の上のソウスケ。ジブリ好きだからやっぱそこがポイントです。そこは結構僕の彼女はジブリ好きで動物園好きなんですよね。あれでしたっけ、なんか三鷹の森美術館に行きましたが理想なんでしたっけ。行きました。でもそう、動物園とジブリ好きがみたいなところあります。え、あの動物園デートレンチャンだった話は大丈夫ですか。あ、そうです。2回行きましたね。2回連続で動物園は結構ちょっとどうなんですかね。いや、なんか魔王動物がめってくれるじゃないですか、動物園。まあ僕はそれがナチュラルに入れるんで、あの猿すげえみたいな。あ、まあまあまあ、初デート動物園でそんな変なんですかね。いや、初デートが変ってことじゃない、レンちゃんが変です。レンちゃんはすごいっすよね。うん、あれですね、集まったはいいもののいつ終わるんだろうって。100点が難しいですね。そうっすね、もう終電逃しちゃったみたいなテンションっすね。まあ飲むかみたいな。いや、久しぶりにお酒飲みましたので、ね、もう今日僕普段飲まれたりしないんですか、タスさんは。だってあの、ハドル変えました、背景変えた。今、さっきまで龍だったのがいい。ちょっと、長野に。お、長野に。あ、これダメかな、これ無断だから。でもそれこそ、龍松本さんのそのお店、あの長野のハウで、僕実家がすごい近くて、で、僕も一回、したっけな、ちょうど1年前ぐらいかなに一回顔を出して挨拶だけさせてもらって。あ、そうなんですね。なんかもう優しい方でした。すごい長々と話し、あの仕事中なのに話してもらっちゃってなんかすごい申し訳ないなと思いながら、僕はそのままあの長野の夜の街に出て行きました。懐かしいな。懐かしい。僕お会いしたことないんです。僕も会ったことないですよ。あ、そうなんだ。何の懐かしいですか。いや、夜の街が懐かしいな。あ、夜だ。めっちゃわかりますわ。ユミさんは別に懐かしいじゃないですか。いやでもちょっと懐かしいです。もう毎晩のようにバー行ってる人間だったんで、だからあのバーで教えてもらったお酒を適当にもう今買いまくってるってのに近いですか。やっぱバーテンダーさんと話すのが僕はやっぱ好きなんで、まあ服屋と一緒だと思うんですよね。なんか服を買うためになんか服屋行くんじゃなくて、やっぱなんかそこの人と話したりするのが僕は好きなんだなって。だからこそこの間タスさんとあの朝まで行った時、マジもうバリバリに楽しかったんですよね。朝までいましたからね、5時ぐらいまで。最前線で回って踊ってるっていう。はい、そうっすね。いや、なんかオンラインですけどね、いろいろと落ち着いたら本当の、ああ、ですですね、です。酒運んでグータンヌーボーとかやりたいですよね、なんか。いいですね、いいですね。また合同飲み会したいですね。どっかで、外でもいいですけどね。外でもいいですよ。ね、外もキャンプとか。ああ、最高じゃないですか。いや、でも。今、キャンプ行きたくて行きたくて、もうカツオとも毎日話してるんすよ。この人数はきついですかね。いや、大変そうやな。行けるよ。行きますかね。一応、あの、16人できるなんか、あの、テントあるらしいですね。ええー、なんかサーカステントみたいなやつの。サーカスいいっすね、なんか。やったいな。集まりたいですね、コロナが落ち着いたらね、皆さんで。ちょっと、見方下手ですね。そろそろ締めようかなとかと思ったんですけど。今ので締めたろっかなと思ってたんですけど。なんかすいません、じゃあ、ちょっと締めていいですか。はい。あ、今日はありがとうございました。そんな軽くていいんですか。いや、またね、集まりましょう。はい、はい、ということで本日の動画以上となります。こちらの動画がいいなと思った方はグッドボタンとコメント、あと忘れずにチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。